えー、やっはろ、どうも、マジダルミノハマです。はい、えー、現在1月27日木曜日午後5時22分ですね。あの先ほどの著作権の件でね、早い、返事が早いですわ。えー、と僕は14時、えー、22分に送ったんですけども、あの前の動画ね見てまたわかりますけど15時53分に返事が来まして、1時間半後ぐらいか。で、えっ、ー、とご質問について回答いたします。 前回の問い合わせをやるきに下記のように説明させていただきました弊社カラオケの映像画像音源等を使用した動画を弊社の許諾なく YouTube 上にアップロードされますと弊社の著作権著作隣接権を侵害することになり著作権法違反となります弊社は一般のお客様に許諾を出すことはありませんお客様の動画内で弊社カラオケの映像等が使用されていたため著作権侵害の申し立てを提出いたしました にもかかわらず、弊社のカラオケの音源と採点映像を使用した動画がアップロードされましたため、削除申請していた次第ですと。えーと、今回分かったのが、採点映像もあかんねやと。これはわからんかったです。で、まあ、確かに前回、まあ僕の解釈ミスでした、これは。映像等をアップロードされたためって書いてたんで、あ、映像アップしたからあかんかったんやと勝手に解釈してたんで、これはもう完全に僕のミスですね。うん。で、今回わかったのは、採点画像もあかんと。 いうことでで僕はこれに対して、えー、とまた返事をしたんですけれども、僕、え、は、ーえーえーえー、ご返答あ,ありがとうございます。前回の映像等というのは採点画像も含まれていたのでしょうかと、で今後のためにお聞きしたいんですが、音源も画像も引っかかるとのことですが、例えば、ちょっと1個ねあの URL、もうカラオケ歌ってみたいで山ほどカラオケとかが出てきたんで、ちょっとなんか1個適当に URL 貼って。 そういったカラオケ動画が山ほど溢れているのですが何が著作権に引っかかって何が引っかからず残っているのかを細かく教えていただけないでしょうかとお願いいたしますというのを16時、えー、22分に送ったんですけども17分後に返事来てました平経物語見てるときに来てましたねあ今見終わってアップロード中ですけどで質問について回答いたします採点画面は弊社のカラオケ映像に含まれますしまた採点画面や静止画とした場合も画像ですので 動画内での使用やサムネイル等に使用することはできませんサムネイルに使用してもあかんということですねご指摘いただいた動画ですがこれは弊社のカラオケではなく他社のカラオケですまあちょっとそこまでわからなかったねどれが第一交渉のものかが、えー、著作権は事故の著作物について主張できる権利です他社のカラオケを使用した動画については弊社は何ら権利を持ちませんまあちょっとそういう意味で聞きた,聞きたんじゃなかったんですけどね弊社は弊社のカラオケの音源映像画像を使用している動画は発見次第、削除次第 えー、順次削除申請するという方針です。以上回答いたしますと。ということでした。はい。なので、えー、まあ一応も僕はもうね、えー、 ご丁寧なご回答いただきましてありがとうございます。それでは第一高渉様のカラオケを使用した場合は確実にアップロードしてはいけないということで解釈いたしました。ありがとうございましたと返しましたんで、まあちょっともし今後ね、カラオケの動画をアップしようと考えている方は、もう一切やめた方がいいです。うん。一切やめましょう。だからもう僕も今これで、あの過去、もう10年以上残ってたカラオケ動画全部消しましたんでね、消えたんかなちょっとわからんのでね、自分の動画がもう なんもう2000何百本あるんでね。なのでまあちょっとこれはもう勉強になったということで、この著作権、ね、またペナルティ1はまあ非常にいい勉強になったということでね、あのー、1個ついてよかったなと思いました、これで。あと僕がいかにバカやったらですね、うん。だから前回がその 映像等を使用していたためって書かれてたんで、あ、映像があかんかったんやって、勝手に解釈してしまった。これはもう僕の、あもう、アホさが招いた、今回、警告でした。ただ、まあ、一個ね、いい勉強になったんで、まあ、今後、もしカラオケ動画アップするときは、まあ、第一交渉かどうか調べるのがまず一番、いや、違うな。多分、他者は他社で同じことやってると思うんで、だからもう、カラオケ動画は僕はもう今後一切あげません。もし、やるとしたらアカペラでやります。アカペラで。うん。で、画像も、あのー、 まあ採点画像とかもう出せへんな。まあやめときましょう今後はもう今後カラオケ動画は一切出しません。脱出すとしたら最悪弾き語りアカペラにしたいと思います。はいということで、えー、これはまあこれでまあ、勉強になりましたんで、ねまああので、ー、今ちょっと低評価数ねあの YouTube の方針で出なくなりましたけどももうど,どんどん低評価をしてくださいこれに関してはもう全部僕のミスです。はいということでまあ勉強になったということで、ね、はいポジティブにいきましょう。 はい、えー、ということで以上、マジでトきましもうこれに関しては、加工何もなく、えー、このままアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、えー、これに関しては、えー、ぜひチャンネル登録、また低評価、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。